こんにちは、気づき書店のヨナハです。今回は全てのマーケターにおすすめしたい一冊、マーケティングプロフェッショナルの視点をご紹介いたします。この本はクーマーケティングカンパニー代表取締役の乙部大輔さんが書かれた一冊です。乙部さんは日本とアメリカの P&G で17年間ブランドマネジメントやイノベーション方法の確立などに従事した後、ダノンジャパン、日産自動車、資生堂など複数のブランドを抱える企業でブランドマネジメント組織を指揮されてきた日本を代表するマーケターです。マーケティングに携わっている人の中には、画期的な製品を作ったのに想定よりも売れなかったり、日々マーケティング施策を打つもののユーザーからの反応が全然なかったり、理想と現状のギャップにもがいている方も多いのではないでしょうか。僕も日々マーケティングの仕事をしていますが、満を持して打った施策の効果が全然出なくて、あれ俺って生きてる意味ないと落ち込むことも多いです。どうしたら本当に効果的なマーケティングができるようになるのか、その答えは行動と実行に加えて視点と思考についてのスキルを持つことです。視点と思考のスキルという表現だけだと抽象的で分かりにくいですよね。ご安心ください。本書では乙部さんが長年の経験をもとに、マーケティングのプロフェッショナルがどのようなものの見方や考え方をしているのか具体的に紹介しています。今回はあなたのブランドの競合は何かという項目にフォーカスしてご紹介いたします。突然ですがここで問題です。万年筆の競合は何でしょうか。この問題を見たとき、僕は同じ棚に並んでいる別の万年筆じゃないかなと思いました。すいません、この答えだと全然深掘りできていません。少し深掘りしてみると、そのさらに向こうの棚に並んでいる高級ボールペンも競合になるかもしれません。さらに深掘りすると、紙に書く機能という意味では100円のボールペンも鉛筆でも競合と呼べるかもしれません。文字を起こすというふうに解釈すると、パソコンやタブレットのワード機能も競合となります。ちょっと視点を変えて、そもそもどうして文字を書くのかを考えると、もちろん記録などの自分のためという点もありますが、多くの文字は他者とのコミュニケーションに使用されるのではないでしょうか。そうなると電話などの他のコミュニケーション手段も競合となり得ます。紙に書く、文字を記すコミュニケーション手段の観点から、競合を洗い出しただけでも同じ棚に並んでいる別の万年筆以外の競合がわんさか出てきました。これでもう十分かなと思ったら、実は大事な視点が抜けていました。万年筆を購入するユーザーはどんなユーザーか、そもそもなぜ万年筆を購入するのか、この2つの視点です。万年筆の実際の売り上げを見ると、万年筆の多くは購入者と使用者が一致しないらしいんです。つまり購入の目的は自分で使うためというよりも、ギフト用途が多いということになります。ギフト用途が多いとなると見方が変わりますよね。そうです、ネクタイやちょっといいお酒などがギフト市場にいることを考えると、万年筆の大きな競合になるということです。同じ万年筆を売るとしても、何を競合と捉えるかによって訴求の仕方が大きく変わっていきます。この万年筆はあの万年筆より書き味がいいというメッセージは、あの万年筆を競合とした場合には有効でも、それ以外の競合先にはあまり効果的ではないです。ギフトが競合なら、お父さんが次の父の日で欲しがっているのはネクタイではなくて万年筆ですよと訴求した方がきっと伝わります。競合先は必ずしも同じ業界の同じ形態のものではないということになります。自分のブランドの本当の競合はどこなのか、ぜひ一度考えてみてはいかがでしょうか。本書では競合の定義以外にも、あの化粧品が欲しいと思うのはなぜかや、トップシェアが後退するのはどんな時など、マーケターとして一度は考えてみたいテーマが詰まっています。ぜひ皆さんも本書を手に取って、マーケティングプロフェッショナルの視点を手に入れてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。気づき書店では、マーケティングに役立つ情報やビジネスに役立つ書籍をご紹介していきます。気に入った方はぜひチャンネル登録をお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。